本当いつまでも待つわですか。本当に僕はもう早くやります。あ、今フェイスブックから配信します。はい、じゃあということでやっとフェイスブック、僕のフェイス、あ、フェイスブック見てる、はい、やっと配信になりました。はい、そして、そしてマスターにモニターをさせるというこのすごいですね、先輩大物ですね自分でやれよみたいないやいや、フェイスブックからやってくるフェイスブック見てくださいよ。いやいや、マスターにやらせるんですさすが先輩大物っすね今度はフェイスブックやろ。僕なら言えないですよ、そんなマスター、ハクハクハク、モニターモニターモニターみたいなあ、グッドです。優しいマスターでよかったっすね先輩怒られちゃいますよ僕も言ってみようかな、ちょっと奈々さん、奈々さんモニターしてもらってそれはできないでしょみたいなさて、じゃあ、はいはい、セカンドセット始めようと思います、はいはい、よろしくお願いします。いや、よかった、あ、よかった、いや、よかった、ファーストが全く感じできない、僕はそれでは、大物、大物って言われてますyou
中継ということで、あー先天、そして年政さんどうも、はい、おがちゃんさんありがとうございます。はい、このお店は僕は出演は第2回目なんですけれども、とても雰囲気が良くてですね、はい、さっきマスターとちょっとだけお話しさせてもらったんですけど、毎日ライブやってるわけではないみたいで、うんうん、本当に不定期に月数本ライブをやっているということで、今月の出演をさせていただいております。はい、お相手はジャズギタリスト、佐々木万正原さんです。ジャズピアニスト、近藤祐介です。近藤祐介です。イエイ、どうもです。やっと配信ができましたね。ギターの経歴はちょっと後で、ちょっと、あ、良いお年を、ありがとうございます。ギターの経歴はね、ちょっと後でご紹介しますが、とりあえずライバー経験としては、佐々木さんは、超初心者ですね。前回もなんか配信するって言ってたけど、なんかうまくいってんだかうまくいってないんだかよくわかんない、なんかちょっとブーブーブーって感じになってたんですけど、今日はさらにファーストセット配信されてないっていう、すごいですね。配信しますって告知して配信されてないっていう、それがまあ僕らのジャズライブということで、はい、申し訳ないです。こっち、はい、はい。いや、もうギターの腕前こんなに素晴らしいのに、なかなかやっぱ配信がね、はい、弱いですね。はい、僕が大爆笑、ありがとうございます。今度僕が配信の仕方を教えますね。お願いします。はい、オーディオインターフェースとか、はい、そういったものの使い方もぜひ紹介しようかなと思ってますんで、次回の佐々木さんの配信クオリティの爆上げに皆さん期待しててください。はい、お願いします。じゃあせっかくなんで、ちょっと小休止じゃないですけど、佐々木さんのじゃあ紹介をしたいなと思うんですけど、はい、今日は佐々木さんのリーダールームなんで僕が喋ってるんですよね。リーダー、まあそうですね、まあ、今日は佐々木さんのリーダールームなんだけど僕が紹介します。はい、佐々木さんはもともとバークリーにね通われてたんですよね。はい、まあ著名な有名人の同級生だったら例えば誰ですか。著名な有名人でええな、著名な、一緒にいた、その時期にいた、その時期にいた人だったら例えば誰ですか。エスペランザ。エスペランサ、はい、皆さん分かります。エスペランサベースのね、女性でも今やもう大人気ベーシストね、歌いながら弾いちゃって。エスペランサと同級生なんですね。はい、あと他には例えばどんな方と同級生とか、まあ一緒に演奏したりしてました。あとはジュリアン・レイジ。あ、ジュリアン・レイジ、はい、ユリアン・レイジ、ああ、としまささん、ありがとうございます。あと、ゆうさんもありがとうございます。あと、僕よく紹介するのは、パッド・メッセに何回かレッスン受けてたんですか。1回習いました、はい。あ、パッド・メッセに習ってたらしいんですよ。すごいですね。
パトメセニーにはどんなこと習ったんですか？なんか A マイナーのマイナーブルース やって、はいはいはい、でなんか、まあ、アドバイスしてもらった、アドバイスしてもらった、じゃあマイナーブルースを教えてもらった感じなんですね。そうです。すごい、まあ、グループレッスンだったんですけど、はいはいはい、みんなグダグダで、ね、グループレッスンだったけどみんなグダグダだった、まあ、ただのマイナーブルースなんですけどグダグダで、はいはい、めっちゃ怒ってましたおいお前かみたいな、あ、これ言っていいか、いや、いいんじゃないですか、面白いですよ。え、パトメセニーがあのブルースグダグダで怒ってたんですか？怒ってた。それがめっちゃ印象的でした。え、でも佐々木さんは弾けたんですよね。俺は弾け、あ、俺は弾けたと思います、はいはい、だけど、まあ、周りがなんかね、なんかぐしゃってなっちゃった、うん、あ、なるほど、いっぱいだから、いっぱいいたから、ね、8人ぐらい一気に、あ、なるほどなるほど、それでなんかちゃんとお前ら集中しろよ、そうそうみたいな感じでね、なんでこんなマイナーブルースも弾けねえんだ、あ、感じで、うん、パトメセニー、あんな温厚そうな人でも怒ったりするんですね。なんか怖い、怖いっす、怖かったですね。え、あ、そうなの、めっちゃ怖い、パトメセニーってそんな厳しい感じなんですね。はい、あ、あのね、アシュミさんって方がいらっしゃる、アシュミさんも佐々木マンさんのめっちゃファンで、はいはい、よく言ってくれてますね。いや、今日の佐々木マンさんはね、素晴らしいプレーをしてますがね、配信だけこれネタにできるわファーストセット配信できないいや、来てくださってありがとうございますが、今日は佐々木さんのリーダーライブですからね大爆笑、佐々木さんのリーダーライブだけど僕が喋ってますそして佐々木さんのリーダーライブなのに、あの、僕の方が配信できてますファーストセット見たい方はぜひ僕のポコチャにいらしてください。なんだかよくわかんない感じなんですけど、まあで、まあ、今日はその佐々木さんがあの、ね、あのいい機会をお誘いいただきましてありがとうございます。佐々木さんは最近どうしてですか、どういうライブ活動してるんですか。なんかギターで多いですね、ギターとばっかりやってます。へ、うん、あとはそうですね、今月はそのギター3人と、うん、ギター3人、うん、ギター3人だけのライブ、なるほど、なかなか珍しい。やっぱりそれ8人ぐらいになるとパッと目線に怒られるけど、そうそうそう、3人なら大丈夫だ、大丈夫だって。なるほど、そこ笑うとこですからね、皆さんね超絶かっこいいギター泣いてくる、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあで、はい、まあピアノとディオ、ピアノとディオもありますね、はい、今日ですね、今日とか、まあ今日、今日以外にもやってるんですね、はい、あ、なるほどなるほど、僕は今日、明日、明後日とライブが続いてますね。というわけで今日はじゃあ佐々木マンさんとデュオでスタンダードナンバー、もう何をやるっていうのも決めてないですが、はい、じゃあ今演奏した曲は All the Things You Are というね、もうジャズの中でも超名曲を演奏したんですけど、その同じ All the Things You Are を書いたジェロム・カーンっていう作曲家が、ね、はい、書いたもう一曲の名曲ですね、Nobody Else But Me っていう曲、これあの最後の曲みたいです、ジェロム・カーン、あ、そうなんですか、え、うん、あ、最後に書いてくるなんだ、というわけでじゃあ行ってみようと思います、はい、というわけで今日は、東大前駅徒歩5分、ちょうど増えてますね、歩数がじゃあ今8人に引っ張られちゃった8人に引っ張られちゃった東大駅徒歩5分ドット S さん、はい、とても素敵なバーから、はい、ライブをそのまま生中継しております、はい、徒歩8分って言いそうですさっき5分って言ったのに5分から8分に増えはい、トップ5分ドット S さんからお送りしております。お相手は佐々木マン正治さんです。河野祐介、ありがとうございます。フェンダーローズ、あ、フェンダーじゃねえ、ローズ、ローズ、はい、thank you.
Thank you.
Nobody else but me! Nobody else but me! おー、ファンタスティック、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いい曲ですね。ね、めっちゃいい曲なんだけど、難しいんだよ、ジェロム・カーンの曲。はい。はい。なんか、進行が不思議な感じで。急に転調したりしますよね。そうなんですよ。では、この曲もなんか飽きないですね。飽きないですよね、何回やってもね、なんか不思議な世界観が、ね、おお素敵です、ありがとうございます、いっぱい音符、音符、ありがとうございます、親方さん、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はね、久しぶりに2人でライブができるということで、朝からスタンダード練習してたんですよ。おお、別にどの曲ってことはないんですけど、はい、あんまり僕、スタンダードだけのライブってあんまりやらないんで。うんうんうん、でも貴重じゃないですか。そう、今日貴重なんですよ。今日はだから佐々木先輩に胸を借りるつもりで挑んだんですけど、配信では圧勝しました。ずっと引っ張る。配信ではもう圧勝ですもんね。はい、残念だけど配信では俺の全然勝ち。ファーストセットはもうだってコールド勝ちですから。あの出演すらしてないですから。ファーストセットは僕しか編集してないです。そうそう、まあ、あの配信詐欺ですよ、あれは。配信しますって言ってしてないですからね、先輩は。もう俺のコールド勝ち。20対0。チーン。その代わりセカンドセットはもうちょっとね、今配信できてると思いますんで、はいはい、もうあの胸を借りるつもりで、はい、戦っていこうかな。戦おう。あのちょっと一曲あのまあまあ言っていただいてますね。まあまあ、あの一曲ね、ミスティをちょっとあのリクエストいただいてます、はい、ミスティやってもいいですか。はい、ミスティの後あのモンクの曲いきましょう。ああ、はい、じゃミスティもすごくあっさり、はい。Thank you.
自分の名前にアカウントにこのほら絵がついてるのがあります、はいはいはい、アイコンなんですけど、はいはい、アイコンミスティの楽譜にしてくれてるんですすごいっすよ、すごいでしょいやもうそれはもうぜひライブでミスティやりたいなって、うん、優しい、なかなか粋なことをしてくれてるんですよ、ね、ミスティの楽譜、そうミスティを楽譜にしてる、あ楽譜ミスティの楽譜を、うん、そうナイスリクエスト、はしみさんありがとうございます。じゃあさっきあのパトメセニーにねから受けてたレッスンでブルースって言ってたことなんで、はいはい、ブルース1曲やりましょうか、メジャーの方メジャーでいきましょうか、うん、はい、じゃあいつも僕がエンディングテーマで弾いているじゃあビリーズバウンスっていう曲をじゃあセッションしてみようと、はい、F のブルースですね、じゃあビリーズバウンスは F シャープでいいか、それもいいかもしれないです、はい、おいしゅうさんやった、ご機嫌ありがとうございます、あったかくなったね、注文がこわおめ、今日はもうあれですよ、ライブだからね、皆さん応援ポイントで多分ね、プラニを取れるぐらいに盛り上げてくれると思います、はい、よろしくお願いします、こっちポイントですよ、ね
晴らしい。ありがとうございます。いやいや、佐々木さん素晴らしい。神ホードユースケ、いやいや神素晴らしいですね。いや素晴らしい、うん、佐々木さん、あのね、クリケンさんっていう方が、はい、さっきからの僕は今日ギターの方と演奏してるってことで、ギターのアイテムを使ってくれてて、おお、粋ですね。ありがとうございます。ギターっていう、トロさんありがとうございます。尊い、嬉しいですね。ありがとうございます。いや、こんなに盛り上がっていただいて嬉しいですね。じゃあ残り2曲ぐらいやりましょうか。じゃあ1曲はあの今日佐々木さんが功労してくれた、あ、はいはい、アグリビューティー、これはセブニアスモークに行くアグリビューティー。アグリとビューティーって逆の言葉ですけど、どういう意味なんですかね。アグリビューティーって美女と野獣じゃないですか、ね、美女と野獣。アグリビューティーって言うの、ビューティー&ビストじゃなくて。あ、そうか、そうか、そうか先輩、先輩、ちょっと待ってください先輩、パッドメゼニンの授業ももしかして日本語で受けてたんですかそっか、ビューティー&ビスト嘘でしょ先輩、それは、それは本当ビューティー&ビストは知ってるでしょ、さすがに、ですよね俺その意味だと思ってたの。アグリビューティーの意味近いじゃないですか。いやでもそうですよね、アグリってちょっと見にくいって意味で、ビューティーは綺麗なんで。日本語で暮らしてた日本語で暮らしてました。大丈夫ですね、嘘だよだってエスペランサとあれでしょ、仲良くしてたんでしょ。いやしました。エスペランサ日本語喋れないでしょだって。自分で喋れない。ボブチャさん、夫婦ありがとうございます。あ、ボブチャさんどうです。じゃあ今日はこのセロネスバンクのアグリビューティーだから、アグリがちょっと見にくいで、ビューティーが美しいだから、まあ美しさ、見にくい美しさ、哲学的ですね、うん、ギターで語り合う、まあそれもしてたかもしれないですね。楽器で語り合ってたんですよね、いいように言えば今度からは配信で語り合ってくれるそうです。これ皮肉ですからね配信で俺めっちゃ引っ張ってじゃあアグリビューティーそうずっと言う、もうファーストセットは俺が勝ったんだそれじゃあアグリビューティーいきます。カードでいきますか。はい、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。グリーンリューティーでした。すごいかっこいいって。いや、めちゃくちゃいい曲ですね。かっこいいって言ってくれてましたよ。すごいあれですね、アグリビューティーっていうタイトルのっぽい感じですね、音楽もね、うん、醜い美しさ。でも僕の曲めちゃくちゃいいってことね、すごい美味しいね。いや、僕もセロニアスモークはね、好きなんだけど難しくてね、はい、なんかちゃんと弾けないとやりたくないっていう感じがしちゃって遠ざけてるいい曲ですね、うんうん、というわけで、じゃあ最後の曲いきましょうか、はい、何がいいですか、あの定番のやつ、コンバネーションでもやりますか、はい、じゃあ今日はあの、東大前駅徒歩4分、あ、短くなっちゃった徒歩5分、ドットエスさんからですね、はい、ライブ生中継配信ということで、今日お相手はジャズギターの佐々木マン正治さんでした。ローズ、コードユースケ、またね、あの2人でもね、やりましょう、またやりましょう、はい、お、ギター、ありがとうございます。じゃあ最後はね、僕がいつも配信でもよく弾いてるね、チャリパカの名曲コンファメーションをセッションしたいなと思います。テンポは350でいいですか。はいっす嘘です、今日のこの鍵盤だとそんなに速くはできないんですけど350というわけで、アンコールアイテムが飛べば、じゃあアンコールやりましょうか。そうですね、はい、アンコールアイテムがなければそのまま今日は配信終了と。というわけで今日は佐々木さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで言ってますけど、今日のリーダーは佐々木マンさんですまるで僕が仕切ってますが、佐々木マンさんのリーダーライブでございましたいやだってフェイスブックに書いてあったの、今日第27回目は佐々木マンさん。ああ、そうです、あ、ドテスさんのね、はいはい、というわけで、またやりますよね。やりましょう、やりましょう、はい、またやるというか、また近々やるそうなので、じゃあまた楽しみにしててください。佐々木真さんでした。ありがとうございました。コードユースケ。ありがとうございます。また会いましょう。Thank you.
誕生日なんで。あ、嘘です、嘘です。佐々木さん誕生日じゃない。まあクリスマスあげといてもね、はい、あの本ですけど。クリスマス関係ないのにクリスマス言っちゃったんですね今。昨日何してたんですか。いや普通になんかクリスマスパーティーやってます。あ、本当ですか。家 で, 家, で家でね、あ、家ホームパーティーで。ホームパーティー、ホームパーティー、あ、アンコールありがとうございます。じゃあ何ありますかね。じゃあクリスマスソングっていうのもちょっとあれでしょ。クリスマス終わっちゃったから。年末の歌、年末の歌ってあります。ちょっと適当やめてくださいよ先輩。こういう先輩なんですよ。綺麗な奥さんと、そう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 、佐々木マンさんのね。なんで知った。ライブ見に行ったの。あ、そう、ありがとうございます。ボーカリストのね。じゃあなんだろう、ニカズドリームでもやります。結構ハードル高い。あ、じゃあじゃあもうちょっと、えなんか優しい、優しい柔らかい曲。アナザーエイトは OK ですか。でもいい、アナザーエイト、ライクサマーインラブだったらどっちですか。あ、あ、俺一曲やりたい曲あった。何ですか。 I didn't know what time it was やりたい。時さえ忘れて。いいみそう、見ないといけない。あるかな。もう配信っていうか今日みたいな日が特にそうよ。時間を忘れるのよ、楽しいから。そう、そう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 。テーマいけます？いや、まあ見れば、見ればいける、はい、じゃあ最後の曲は I didn't know what time it was で皆さんお別れしましょう。時さえ忘れて、時さえ忘れて配信をしてしまうということで、はい、じゃあ今日は皆さんお付き合いいただきどうもありがとうございました。じゃあ最後のね、こんなにアンコールいただきましたので、はい、やったー、ありがとうございます。それではじゃあ I didn't know what time it was。 今度は B メロいきますか。いけます。はい、じゃあ僕 A でやります。じゃあ今日はプランニーありがとうございます皆さん。ありがとうございます本当に。はい、じゃあ行ってみようと思います。今日はありがとうございます。あ、最後にもう一回だけ紹介します。佐々木マン正原さんでした。コーダーユースケ、ありがとうございます。そして素敵なライブバーですね。ライブバーじゃないね、素敵なバーですね。ドットエスさんです。ぜひ皆さんも飲みに来てください、はい、東大前駅徒歩3分です。どんどん短くなってます。はい、ぜひ来てください。ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。またお会いしましょう。またね、ありがとう。